ここではア d o b e d y n a m ダイナミックリンクについてご紹介します以前は、Adobe After Effects で編をしたするを使用する場合 a f t リン Effects で作よ後、レンダリングおよび書き出しの作成よを作成を作成するを作成するりリンクを作成することにりリンクを作成することにりリンクを作成するこリケーショリン間でダイナミッンクリンクを作成することにより 手間や時間のかかるワークフローを効率化することができます。では、実際に Adobe Dynamic Link を使った Adobe After Effects との連携を見ていきましょう。タイムラインには、すでに配置されたクリップがあります。クリップを選択し、ファイルメニューから Adobe Dynamic Link、After Effects Composition に置き換えと進めます。 すると、Adobe After Effects CS5 が起動します。別名で保存、ダイアログボックスが表示されますので、保存先とファイル名を設定して保存をクリックします。すると、新しい After Effects のプロジェクトとコンポジションが、Premiere Pro のプロジェクトと同じ画面サイズ、ピクセル縦横比、フレームレートで作成され、 先ほどの選択されたクリップが、コンポジションとして読み込まれました。では、このクリップにエフェクトを適用してみたいと思います。ここでは、グローを設定してみます。エフェクト、スタイライズと進み、グローを選択します。エフェクトコントロールパネルで値を調整していきます。 今回はこのように設定しました。では、一旦保存して、プレミアプロに切り替えてみましょう。ご覧のように、先ほどのクリップがアフターエフェクトのコンポジションと差し替わっており、適用したエフェクトが反映されています。また、プロジェクトパネルにもアフターエフェクトのコンポジションが素材として追加されています。このように、 Adobe ダイナミックリンクを使用すればビデオ制作のワークフローにおいて最も手間のかかる作業でもあるレンダリングや書き出しそして保存や読み込みを繰り返す必要がなくなりました。